浅田真央の前にロシアのヒロイン才木です。ソチオリンピックゴールドメダリストアデリナ・ソトニコワ。ジュシマラット、トリプルルッツ。もう一つ3回転、トリプルフリップ。高さがありました。流れと高さと加点がもらえるジャンプですね。去年練習中に足首を怪我して試合を全て欠場しました。シングルループちょっと抜けてしまったか。怪我から回復してまたこの戦いの舞台へ、ソトニコワも帰ってきました。ステップシークエンス。ファンの魂を揺さぶりたい、そう話したソトニコワです。体の使い方もダイナミックですし、こうやって感情を込めるのがうまいです ね、 ね。そして後半のジャンプへ、ダブルアクセル、トリプルトーループの予定だったんですが、ちょっと着氷のトーループです、はい。しかし強い思いがあります。トリプルトーループ、ここは高さがありました。金メダルを取ってすぐ引退するのは綺麗じゃない。次の目標は2018年のオリンピック、はっきりと口にしました。トリプルサルコ、ダブルトーループ、コンビネーションを決めた。レイバックスピン、そしてピールマン、最後のジャンプです。ダブルアクセル、こみ上げるものがあります。さすがはオリンピック女王アデリナ・ソトニコワ。いや、小田さん、はい、これ強烈に訴えかけてくるものがありましたね。いや、素晴らしかったと思います。まあ、ジャンプはトリプルループがシングルループ、そしてダブルアクセル、トリプルトーのコンビネーションのセカンドがダブルトーループ、まあ、少し抜ける、はい、ジャンプが抜けてしまうミスはあったんですけれども、うん、やはりこういう表現という部分ではこうさらに進化して戻ってきてくれたんじゃないかなと思います。やはり怪我明けというところだと怖い部分もあるんですかね。そうですね、ジャンプはやはりシーズン通してもっともっと良くなってくると思いますから、はい、
あのこれからも応援、ね、していきたいなというふうに思います、はい、このままでは間違いなく終わらないのがオリンピック女王です。アデリナ・ソトニクワの得点です。 20.52.70、 演技構成点 66.11、 トータルで 118.81 という点数でした。本人もまずまずという表情を見せています。この得点がチームの得点に加わって現在1位はチームジャパンです。さあ浅田真央登場まであと2人となりました。